山川がいる球団負け、以上終わり、閉廷。あんなのに打たれた平が一番悪い。栗山さんとかいうスタメンだと打つおじさん、先発がどこも KO されてんな、夏バテかい。大量点差のアウト1、三塁からの併殺打で得点って、なんかもうむしろ美しいよね。古賀は定期的に経験値がリセットされる日があるな。源田ロッテ戦で四球食らってから調子落としてるよな。今日源田のミスもクソ、平のドシットー被弾もクソ、その後ズルズル取られたのもクソ、走塁妨害でクソ判定の審判もクソ。平は仙台だと大量失点するな。160キロ出したコーグラスラ食らったのもここだっただろ。打線は誰が悪いというかシンプルに力が足らんね。岸とかペイトンとか外してほしいけど、代わりに出るのが昼間やかねこじゃ大してプラスにならんし。そういうルールなんだろうけど、守備妨害した方が得するっていうのもようわからんな。進塁する意思があったと認められたら普通1ベースにしないか。負けたのは平源田がボロかった。ポジ要素は豆だが良かった。走塁妨害の件は割と意見書案件でしょ。妨害したもん勝ちやんけ。平が耐えたところで打線の援護がなくて敗戦やろな。ご視聴ありがとうございました。